第2の辛い麺剣山。日田市西野台にある中華ダイニング秀丸。名古屋の老舗で20年修行した木村隆秀さんと奥さんの咲さんが4年前にお店を開きました。日本人の味覚に合わせた広東風の中華でランチやお酒を楽しむお店として地元の人に人気の中華料理店です。中華ダイニング秀丸のメニューはこちら、スパイシーあんかけ麺。看板メニューの四川麻婆麺に続く辛い麺として開発。ひき肉がたっぷり入ったあんはブラックペッパーなどスパイスを効かせ、もやしと麺の上にたっぷり。最後にあんに絡ませても美味しい揚げ餃子を添えて完成です。お待たせいたしました。次世代看板メニュー候補に躍り出たスパイシーあんかけ麺。スパイスが効いた一杯はあなたの食欲を刺激すること間違いなし。名古屋はあんかけスパゲッティが有名なので、ちょっとそのうちのオリジナルとコラボ的な感じで作りました。ピリッとすごく辛いので、白いご飯かビールが一番合うかなと思います。土日祝日もランチやっておりますので、ぜひお越しください。